待と不安でドキドキでした。自分でなんでだろうなって考えた時に、東京ディズニーランドですごくこう通い慣れた感覚でパークに入ったら、いきなり目の前に大きな海が広がるわけですよ、ハーバーので。目の前に大きな火山があって、で今まで通りこう直進してシンデレラ城まで行って、ハブでどこ行こうかって広がる遊び方で慣れていたので、なんか全然考え方違うぞ、どうやってあの火山のとこまで行けばいいんだみたいに、地図を片手に、あ、電車でも行ける、あ、橋を渡っても行けるっていろんな行き方があって、あ、こうやって冒険を進めるところなんだなっていうふうに思ったのが最初の印象ですね。すごく迷うんですよね、ミステリアスアイランドのその火山の中が実はハブみたいに、ね、なってて、いろんな方向に行けるようになってるんですけど、ただそれも火山で覆われてるんで、ここのトンネルに入ったらどこへ繋がってるんだ、あ、ここへ出るんだみたいな、一つ一つがなんか発見で、あ、なんか旅をするってこういうことなのかもって、海外とかいきなり知らないところに行って、名前も読めないじゃないですか。東京ディズニーシーも一つ一つ制覇していくと、なんかそれこそ旅をしながらいろんな体験をしていったような、そんな風にパークの中を攻略するのが冒険とイマジネーションの海と言われていたことなのかななんて思ったりしますね。いろんなところに行き来できるんですけど、それこそ旅をしてるのと同じ感覚で、電車で行く、船で行く、歩いて行くっていうのを自分でチョイスして冒険を進めていくっていう感覚がすごくあるのかな。僕自身やっぱ音楽に携わってるからかもしれないけど、すごく音には敏感なんですが、まずパークに入ると聞こえてくるのが、まあエリアの BGM、 そのテーマポートごとに音楽が鳴っていて、でそこから目標のアトラクションに行くと、そのアトラクションの中で音楽が鳴っていて、でメインのショーの音楽があって、でそんなところで一つの世界があって、で時間になるとこのショーが始まるじゃないですか、ハーバーだったりとか、そこでも音楽があって、でもっと言っちゃうと、東京ディズニーシーは何が楽しいかというと、環境音っていうのがやっぱすごくこだわっていて、これ試してみてほしいんですけど、例えばロストリバーデルタで目を閉じてみて、それはね、ミステリアスアイランドとかアメリカンウォーターフロントでもやってみてほしいんですけど、目を閉じた時に音だけで景色が見えるんですよね。東京ディズニーランドだと楽しい音楽が聞こえてくるんですけど、東京ディズニーシーはね、音楽がない場所もあったりとかして、その時に聞こえてくるのが虫の鳴き声であったり、鳥の鳴き声であったりとか、アメリカンウォーターフロントで一番驚いたのは、船のなんていうの、係留してるロープがきしむ音とかが聞こえてくるんですよね、あれだけ船が止まっていて。で、あ、そうやって音で空間を作っている、それも含めてパークミュージックの世界ってできてるのかなと思ったりしました。思い出深い曲は本当たくさんあるんですけど、まあ、今回まず最初に取り上げるのはハーバーショーのタイムトゥシャイン、これがですねデラックス版にフルで入っているんですが、もちろんパークでも見て体験をしたんですけど、なんだろう、CD でじっくり聞いてたら、ちょうどグーフィーがなんか喋ってるあたりで後ろに流れてるのがモアナの曲だったりとか、ミッキー・ミニーがご挨拶してる時の後ろに、リトル・マーメイドのアンダー・ザ・シーが流れてたりで、ドナルドのね、バックが最初わからなかったんですけど、そういう時にCD の便利なのがクレジットが見れるっていう、普通調べられないじゃないですか。それで見たら、あ、これラプンツェルのなんだみたいに、そうやってクレジット見て知ることができたのはね、今回ちょっと良かったです。で、そのタイムトゥシャインってニオンで構成されている、すごくわかりやすいタイムトゥシャインってきますけど、これも勝手な個人的な解釈なんですけど、東京ディズニーシー20周年じゃないですか。で、ふと頭の中に
思い出したメロディーが、東京ディズニーランドが20周年だった時に20 years っていうキーワードで20 years っていうメロディーで半音違いで3つの音で東京ディズニーランド20周年お祝いしてるんですよ。で、なんかそういうところもしかしてリスペクトしてるっていうのをタイムトゥーシャインでちょっと個人的には感じました。タイムトゥーシャインという、まあね、キーワードもすごくキラキラしてますけれども、音楽がねとにかくもう輝いているので、なんか聴いてるだけでなんかすごくこうキラキラした気持ちになるし、パークの中でね体験したりするとなんかそのシャイン輝きとともに自分の夢をもっともっと輝かせよう、そんな気分にさせてくれますね。あのね、全体的にやっぱメロディーが冒険に導いてくれるような、そういう印象だったりとか、冒険の中で感じる不安感をあえて不安なメロディーにしてみたり、それこそ音の長さで壮大さを表現したりっていうことは、すごく僕は、まあ、実際自分音楽やってるんで感じてしまうんですけど、一番わかりやすいのは東京ディズニーシーのテーマソングがあるじゃないですか。東京ディズニーシーっていうところが、まあ弾いてみてしまえば、っていうメロディーなんですけど、これね、楽器弾いてる人から見ると、コードのルートの音ってわかります？例えばドミソだったらドの音っていうのが、コン音っていう音があるんですけど、で、ドミソのコードだと、大体その、なんていうの、波長調でドミソだと、その3つの中のどれかからメロディーがスタートすることって多いんですね。で、僕的な勝手な解釈で、ミから始まると、なんかどこかに何かを求めているような感じ。ソからだと、ルートと響き合えるね。で、ドの音のベースでドの音から始めると、とっても力強い、押しの強い印象なんですけど、そんなことを思いながら、そのディズニーシーのテーマソング今弾いてみますけど、こっちベースです。そうそう、ドで、ここまで6小節全部ベースの音を基音としたところからメロディーがスタートしてるって、これは力強くなんか冒険に行く背中を押してくれてるって感じるはずだっていうのが、まあ僕なりの解釈ですけど、なんかわかる気がします。東京ディズニーシーらしさを感じるっていうところでは、シンドバッドストーリーブックボヤッジのね、コンパスオブユアハート、もうほんと名曲なんですけども、その曲の歌詞が響きますよね。自分探しの旅みたいな言葉って時々あったりするじゃないですか。なんかそんな風にディズニーが作ってくれた世界を冒険していくと、結局信じるものは自分の中のコンパスであるみたいなところに行き着くっていう世界観も、なんかディズニーシーの音楽と世界観なのかなと思います。東京ディズニーシー入ると大きなアクアスフィアがあって、でそこで立体音響のオーケストラ、富田勲先生が作ったのが流れているんですけれども、そこのメロディーも弾いてみますね。みたいなメロディーで始まるんですけど、あ、これってなんか無意識のうちに星に願いをとどっかつながってるのかもみたいな。星に願いよって、そうそうから始まるじゃないですか。
最後がドまでこう1オクターブ以上上がっていくんですけど、アクアスフィアのところで鳴ってる曲も本当に1オクターブ半見事に使って上昇するメロディーで、なんかこうすごく前向きな気持ちにしてくれるような、そうやってメロディーが実はこう冒険の世界に導いてくれてるのかもしれないななんて思いました。そのアクアスフィアのところでまずね、あの目の前にまず大きな地球の形のモニュメントが飛び込んできて、これどうなるんだろうと思った時に、あそこで水の音がツワーって流れてるじゃない、あれがもう全て今までのリアルな世界とマスキングしてくれて、そこからもうディズニーシーの音空間が実は始まっていて、そこから足をちょっと踏み込むとさっきのそのアクアスフィアデーの音楽が聞こえてきて、でまたそこのね曲のなんて言うんだろう、富田先生が作ったセンスというか、その高揚させないんですね、とっても牧歌的な音楽なんですよ。たーんたーん、もう冒険はいつでも行けるから、もう本当にゆっくり、なんて言うんだろう、地に足をつけて冒険の世界に行ってらっしゃいっていう風に送り込んでくれる音楽があって、それこそ最後にね一日遊びまくってお土産も買いましたって、またアクアスフィアに戻ってきた時に音楽が変わってるんですよね。とっても心がとってもチルなサウンドが、シンセサイザーで作った音が流れてて、冒険の疲れを癒してくれる世界観にこの空間が変わっているとか、そういうところもなんか東京ディズニーシーならではの音楽の世界なのかなと思いました。ミステリアスアイランド大好きなんですけど、セントオブジアースも好きなんですが、まあ今日は海底に守れる。で、これはもともと1950年ぐらいに確か映画に一回なっていて、で、その映画実は見たことあって、サウンドトラックが結構そのままメロディーが生きているなっていう印象があるんですが、一番ね、やっぱ音楽やってる耳であのアトラクションを体験すると、潜水艦が潜っていった時に、ちょっと大きなねハプニングに合うんですけど、大きなものが目の前に登場するんですが、そういうのを音楽で表現するときに時代時代で違うんですが、今だともうほんとフルオーケストラがまあこうハンス・ジマーの世界のように盛り上げてしまうんですけど、当時は一つのラインを全楽器がユニゾンするっていう、あのダー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 みたいな、そうやってで大きな怪獣とかを表現していたなっていう、その音楽でもまあエリア自体も20世紀初頭のなんていうの SF 小説のねあのイメージで作ってありますけど、音楽もそういうところにつながるように作ってあるんだなというのがこの曲で感じましたね。今回の CD の中でも初収録されたソアリンなんですけど、まずはあのファンタスティックフライトのねライドスルーミックスでアトラクションを感じられるようなミックスが入っていて、その他にその QBGM っていう並んでる時に流れている BGM、
メリア・ファルコさんの生誕100周年を記念するファンタスティックフライトミュージアムに流れている音楽が聴ける。そしてもう一つが、プレショー終わった後のスクリーニングルームっていうのかな、そこの BGM が入っていて、アトラクションに乗る前のワクワク感と、あの壮大なメロディーを先に聞いて、実はもう自然に体に溶け込んでる状態で、ドリームフライヤーに乗車するという、そんな流れは僕本当ワクワクして大好きです。東京ディズニーシーの中でも大好きなハーバーショー、ブラビッシーモの中で奏でられていたメロディーがもう本当にこの一曲に凝縮されているんですけど、あれをね、初めて見た時は、すごくウォルト・ディズニーさんの姿が感じられましたね。っていうのは、キャラクターが最初と最後ミッキーがちょこっと出てくるだけで、あとはもう本当に新しい世界観、今ディズニーシーのハーバーを使ってウォルトさんがやるんだったらきっとこういうことなのかなと思って、簡単に言うと、大きなハーバーがあって、まあ水ですよね。で、後ろにプロメテウス火山があって、まあ火ですよね。で、火と水ってやっぱりこうなかなか近寄れないものが、火が水に恋をしてしまったらどうなるんだろうっていう幻想的なストーリーがショーの中で、もう本当にセリフもなかったの覚えてますね。だから本当見てる人が頭の中でこれは何を語っているんだろうってずっとこう想像しながら楽しめる、そんなショーで、worlds colliding unexpectedly, come alive in harmony. Oh, I was swept away by the light of you washing over me. Love I never knew, made a miracle, made a rainbow of my life.CD になって、また聴いた時にシーンが全部こう蘇ってくるのがすごく素敵だなと思って、まあ実際もね、ブラビッシーも見ることできないですけども、記憶の中でまた再演されるっていうのもね、音楽の楽しみ方の一つですよね。今回このデラックス版の CD 聞いて、一つなんかね、新しい楽しみだったのが、リアルで体験できなかったもの、初めて聞く作品もやっぱいくつかあって、マニアの中では結構ボンファイアーダンスとか、ミニーのトロピカルスプラッシュって意外と人気すごいあるんですよね。で、何があるかっていうと、振りがあったりとかして、ショーの中でみんなで一体感を感じて楽しむっていう、僕ちょうどねその時期パーク全然行かれてなくって、リアルできなかったんですけど、こうやって CD でまとまっていると、あ、これ聞いててやっぱテンション上がるし、もし次こういうのがあったら混ざって一緒に盛り上がりたいみたいな、そんな気持ちになる曲も入ってて楽しかったです。この、デラックス版の中で僕がちょっとつぼったのが、ニモ&フレンズのシーライダーで、次の曲がストームライダー組曲っていう、20周年のアルバムだからこそ、その同じポートディスカバリーにあったものの
歴史を感じられるような選曲と曲順にしてあるところも僕的にはとっても感動しました。おーみんなで調べて参考書。はーい、その目でしっかり見てみましょう。流されないように気をつけて探検してきなさい。パパ、ついてきたの？まあね。世界になかった初めての東京ディズニーシーという海をテーマにしたテーマパークで、たくさんの新しい曲がまた生まれて、で、その曲たちがすごく冒険させてくれたりとかしたなっていう印象がすごくあって、で、そういう、もうね、見れなくなってしまったショーだったり、アトラクションが音楽でこうやって残っていて、それを聞くと脳内でね、一瞬のうちにその時のことを思い出せたりとか、まあそういう音楽がなんかこの CD でなんか音楽がなんだろう、その世界につないでくれるのかななんて思ったりしましたけど、一言で言うと東京ディズニーシーって冒険とイマジネーションの海というキーワードがあったじゃないですか。もう本当にね、東京ディズニーシー自体がすごい実は冒険を重ねてきているんだなっていうのをなんか20周年で新たに感じたりもしましたね。あとはそうですね、2023年度に予定されてますけど、ファンタジースプリングズがもう本当楽しみでしょうがないです。